んから来てます。はい、どうも。テーマのキッタですが、私中学生の時足首をひねって靭帯を切りました。地面に足をつけるとものすごい痛み、病院に着くとすぐに車椅子に乗せられ、すぐにレントゲン室へ、うん、医師が切れてるかどうか判断するからちょっと我慢してねと言い、なんと、うん、足首をものすごい力でひねった時と同じ方向にひねりました。はい、抵抗できないほどものすごい力で、それはひねった時よりも明らかに痛くて、レントゲンを撮る一瞬の時間が永遠に感じました。声も出ないその痛みに、まるで女優さんのように静かに涙が頬を伝えました。 笑っちゃいけないんだけど。その後診察室に呼ばれ、この角度は切れてますね、でも靭帯は伸びたら手術できないから、いっそ切れてよかったですよ、手術で足は元の状態に戻りますからねと淡々と説明。へえ、そうなんだ、ね、私は帰りの車で母に言いました、うん、多分靭帯はあの先生がレントゲン撮るときに切ったと思うとそんなに痛かったんだ。先生も思い切って切った方が綺麗に治るから。ああ、そういうことか。あら、ルージだったってこと？分からん、もし切ったならばね。あ、で、それほどものすごい痛い思いをしましたが、その先生はスポーツの怪我に通じたメイだったらしく、手術でしっかり治してくれました。もしかしたらそうだったかもね。皆さん、ハンパー好きしてたかもよ。だらーず全部切ったんだよ。皆さん、靭帯切ったか伸ばしてしまった時はレントゲン要注意ですよって。これからみんな恐怖になるね。おーい、靭帯すごいね。今日2つ目ね、靭帯の話、切る話。いやー、みんな結構やってんのね。切りやすいんだね。つけよう、靭帯。